ジェルメーヌ・タイ・ユフェール、ジェルメーヌ・タイ・ユフェール、ジェルメーヌ・タイ・フェア、1892年4月1九日から1983年11月7日は、20世紀フランスのクラシック音楽の作曲家。パリ音楽院で学んだ後、個人的に、シャルル・ケクラン・トラベルに指示。シャブリエ、サティの影響を受けた快活で爽やかな作品を残す。黒糖に、耳のマリー・ローランさんと呼ばれた。 女性作曲家。いわゆるフランス6人組のメンバーの一人。いるイコールドイコールフランスの、サインイコールモールイコールデイコールホッセ出身。本名は、マルセル・タイユフェスであったが、横暴で、家庭を帰り見ない父親への反感から、タイユフェールという姓に改めた。修道院付きの学校に学んだ母親から、ピアノなどの教養を学んで学祭を発揮し、 パリ音楽院への進学を許される。音楽院では、ダリウス・ミオーや、ジョルジオ・リツク、アルティウル・オーネゲルと出会い、信仰を結んだ。いくつかの学科で主席になり、18歳の時、ハープ科の助教授、カロリーヌ・タルデューのために、タルデュー夫人のためのハープ小曲集、プチリーブルでハープでマダメ・トルディを作曲した。これは現存する最初の作品の一つと言われている。 早くから優等生ぶりを発揮する一方、ピアノ科の試験の最中に院長フォーレに寄与され、無意識にバッハを移調して演奏して、フォーレを含む試験官を驚かせたり、オルガン科で即興演奏の学習中に、ストラビンスキーの様式を選んで教授の激輪に触れたりなど、いくつかの武勇伝を残している。またこの頃、無教養で野ひな父親から解放されたことの反動で、 音楽以外の勉強もしており、気球の操縦も学んでいる。友人たちと共に、モンマルトルやモンパルナスの芸術家集団と信仰を結び、その中で知り合った彫刻家のエマニュエル・サントールは、後にタイユ・フェールの妹と結婚した。フランス六人組の原型が出来上がったのも、モンマルトルの友人の画家のアトリエにおいてであった。ジャン国島の宣言文。 オストリとアルルカンが出版されると、音楽評論家で作曲家のアンリコレの批評によって、フランス6人組という名称が与えられ、一役グループを有名にした。タイユ・フェールは、6人組の後一点のメンバーである。6人組は、当初は、協作を行い、ピアノ曲集、6人組のアルバム、アルバムでスなどを出版した。ルイ・デュレを除く5人は、その後も、 国東の台本、エッフェル島の花嫁花婿、エス・マリースで LA ツアーエッフェルをもとにバレエ音楽を協作した。このバレエはもともと国東がオーリツクに持ちかけて始まったものだったが、オーリツクがリハーサルに間に合うように作できるほどの即筆ではなかったため、六人組で協作することになったのである。この頃デュレはパリにいなかったために参加していない。 ラベルやサティの評価をめぐる他の同人との意見の食い違いから、デュレはやがて6人組を脱退することになったが、この頃デュレはまだ毎回、6人組の演奏会に出席しており、その後も他の同人との関係は悪くなかった。また6人組は、元より各人の思考性に相違があり、それぞれの同人が初めから別々の道を歩んでいたことにも留意すべきであろう。 タイユフェールはといえば、モーリス・ラベルの地遇を得て、1923年から、モンフォールイコール・ラモリのラベルの自宅に通って、個人指導を受けていた。ラベルは早くから彼女と未央の才能を激賞しており、タイユフェールに、ローマ大賞選抜試験を受験するように励ましていた。しかし1925年、タイユフェールは、アメリカ人の風刺漫画家ラルフ・バートンに口説き落とされ、 結婚して、ニューヨークのマンハッタンに移住してしまう。1927年に二人はフランスに戻るが、チャップリンを含む、幅広い著名人と信仰の深かった、タイユ・フェールに対て、バートンが嫉妬から凶暴化し、一説によると、家庭内暴力さえ、日常的であったと言われる、耐えがたくなった、タイユ・フェールは、間もなく、バートンと離婚した。後にバートンと結婚した理由を尋ねられて、 タイユフェールは寂しかったからと答えているが、第一次世界大戦に前後する時期、タイユフェールはバイオリニストのジャック・ティボーと相関係にあり、バイオリン・ソナタ第一番英派団長はティボーに検定されている、報われぬ恋に疲れていた。その矢先に遊び人のバートンに言葉巧みに誘惑されてしまったというのが真相し、1920年代はタイユフェールにとって、 激動の時期であったが、ピアノ競争曲や、ハープのためのコンチェルティーのバレエ音楽、鳥商人、ルマル・シャンディー・ワソ、スウェーデン霊団のための作品及び、新しきシテールと、エルエヌーベル・サイトハー、ディアギレフと、ロシアバレエ団の移植作品などのいくつかの代表作のほか、先駆的な映画音楽の作曲も手掛けて、アフリカ音楽を主題に用いるなどの試みもしている。 チャップリンは映画音楽をタイユ・フェールに書いてもらいたがっていたが、タイユ・フェールはチャップリンの作曲センスを認めていたので、チャップリンに自分で作曲するように助言した。チャップリン映画の数々の名戦率はタイユ・フェールの配慮がなければ、後世に残らなかった可能性が高い。1930年代は一層実り豊かであり、2台のピアノと合唱、サクソフォー 還元学のための競争曲や、バイオリン競争曲、オペラ、ズライナ、ズラナ、ポール・バレリーとの共作カンタータ、ナルシスを叩いてなど、野心的な作品が相次いで生み出された。この時期にも一連の映画音楽やドキュメンタリーの、付随音楽を手掛けている。第二次世界大戦の勃発によって、グラスの自宅に、ほとんどの走行を置き去りにしたまま、 亡命生活に入らなければならなかった。イベリア半島を横断して、運よくアメリカ合衆国行きの船に乗り込み、そのままペンシルベニア州フィラデルフィアで戦時中を過ごした。終戦後の1946年、フランスに帰国して作曲活動を再開する。バレエ音楽、魔術師パリ、パリマギエ、オペラ、小舟がそうありました。イールエイテユエヌプチナビア、悲しみ。 ダローアーズ、小さなシレーヌ、LA、ペチテシレン、教師、リメイター、オペレッタ、香水、パーフは、バリトン、ピアノ、還元楽のための競争曲、フルートとピアノ、還元楽のためのコンチェルティーの、2台のギターと、還元楽のための競争曲、ピアノ競争曲、第2番、バイオリンソナタ第2番、ハープソナタなどの作品のほか、映画音楽やテレビ音楽を手掛ける、 同時代の前衛音楽の勃興にも無関心ではなく、クラリネットソナタでは、面白半分に1音技法を取り入れ、打楽器とピアノのためのラモを叩いては、タイユ・フェール自身はあまり評価しなかったが、辛辣で、正気味良い表現は、再評価されつつある。1976年に、パリの私立学校へコールワルザシエンヌの音楽教師を、引き受ける。 裁判年にはもっぱら商品ばかりを手掛けたが、これは老化に伴う手の関節縁のためもあった。それでもなお、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ピアノのための田園風ソナタ、ソナテシャンプネーラや二大ピアノのためのソナタ、二大のピアノと還元楽のためのコラールと変のほか、いくつかの動揺や子供向けのピアノ曲集を手掛けた。最後の対策。 コロラテューラソプラノと還元学のための競争曲、コンチェルトで L.A. フィディリーテは、作曲者の死の前年にパリオペラ座で初演された。亡くなる、数週間前まで作曲を続けた。セーヌイコールエイコール、マルヌ県のケンシーイコールボワザンに埋葬されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。